皆さんこんにちは。今日はですね、お昼ご飯に、トマトのサンラータン風を作りたいと思います。サンラータンっていうのはスープですね。辛くて酸っぱいっていう意味です。酸味は主にここから来ます。はい、材料です。プチトマトと、オニオンと、ガーリックとレッドペッパーですね。唐辛子ですね。なんか中途半端な英語ですけど、まあいいや。で、糸寒天です。これなんとから使います。クックパッドには、お鍋を使うように、書きますけれども、今回はですね、動画では、じゃん！電気調理器、ワンダーシェフを使ってみたいと思います。はい、何のことはございません。このクッカーにですね、ワンダーシェフの中に、お鍋の中に、材料全部入れて、150cc のお水を入れました。トマトはですね、だいたい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 とありますんで、12個。だいたい6個分ですね。12個あって、それ半分に切ってますんで、プチトマト6個分と、玉ねぎは2分の1個分です。で、これだいたい1人前ですね。全部入れて、砂糖を小さじ2分の1、そしてお酒を、日本酒ですね、を、大さじ1杯入れました。で、これを4分間圧力加熱いたします。はい。お好みモードですね。お好みモードで4分間して調理スタートです。はい。普通のお鍋で調理される方は、中火で、同じ分の材料を、だいたい7分間ぐらいですね、こと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 煮詰めてください。4分経ちました。ワンダーシェフの場合はですね、ここが降りないと危ないので、で、ついでに蒸気も、ピュシュってしてしまいます。それで、重しを取りまして、では、開けてみたいと思います。復帰ボタンですね。はい。セットのところに当てて、パカッと開けたら、こんな感じです。さて、こうなったら、これから追加熱というのをするんですけれども、お鍋でなさっている方は、そのまま、中火でもう3分ですね、調理していただくわけなんですけれども、これ、鶏ガラのスープです。鶏ガラのスープを小さじ3杯入れました。で、これでさらにもう3分。追加熱でも3分ですね。普通のお鍋で調理なさってる方ももう3分です。お鍋の方は7分煮込んで、それでプラス3分。ワンダーシェフの方も、4分かな ?4 分圧力調理して、なんですけれども、お鍋の方の人はちょっと様子見ながらトロトロになるまでしっかり加熱してください。それでは、追加熱をしていきたいと思います。追加熱ですね。 1,2,3,4 分、調理スタート。はいはい。トマトのサンラータンスープ風みたいな、サンラータン風、できました。最後にですね、お好みで塩昆布を乗せてください。もっと酸っぱい方がいいなって思う方は、お酢を加えていただいてもいいかなと思います。では、あと糸寒天、最後にぐるぐるっと混ぜました。なんか入ってます。ちょっとわかんないですけれどもね。寒天を最後に加えて、火を止めてからですよ。火を止めてから加えて、ぐるぐるってかき混ぜただけです。それでは、皆さん、ボナペティート。